どうも皆さん、歴史トラベルです。本日は山梨県の戦国時代について取り上げたいと思います。かつては甲斐の国と呼ばれていた山梨ですが、戦国時代には一体どんな出来事があったのでしょうか。今回の動画で丸々解説したいと思います。はい、まずは甲斐における戦国時代の始まりから見てみましょう。甲斐では源氏の流れを汲む武田氏が代々守護として国を統治していました。ところが15世紀以降、関東を治めていた鎌倉公方で立て続けに内乱が起こり、それが甲斐にも飛び火した結果、武田氏の当主はしばらく不在となってしまいます。その後もやまない内乱に苦しみますが、信政の頃に武田氏が実権を取り戻し、甲斐の国主に返り咲きます。しかし関東で再び大規模な内乱が勃発し、やはり武田氏も影響を受けます。京徳の乱は鎌倉公方の足利重氏と関東管領上杉氏及び室町幕府が対立する構図で、時の将軍足利義政は重氏に対抗して弟の政友を新たな公方として関東に派遣します。ところが重氏に妨害され、鎌倉に入れなかった政友は仕方なく伊豆に留まることになり、以後堀越公方として重氏と対立していきます。この時武田信政は政友を支持しますが、なんとその堀越公方でも内乱が勃発。政友は長男の茶々丸ではなく、その弟純道寺を跡継ぎとしていましたが、政友の死後茶々丸は純道寺を殺害、強引に実権を握ります。そしてこの内乱がまた甲斐にも飛び火してしまうのです。信政が反茶々丸の姿勢を取る一方で、その子信綱は茶々丸を支援し、親子で対立します。武田氏は分裂し、国外勢力による甲斐への侵入を招くことにもなります。こうして甲斐は本格的に戦国時代に突入していくのです。ところが東国で発生した大地震を契機として、信政と信綱は一転して和睦を結びます。信綱は茶々丸への支援を断ち、やがて茶々丸は急成長を遂げる伊勢宗瑞によって殺害され、堀越公方は滅亡します。武田氏の内乱は一旦収まりますが、今川、伊勢、そして信濃の諏訪など敵対勢力ばかり。そのような過酷な状況で、なんと信綱は病死してしまいます。こうして新たな武田氏当主として舞台に躍り出たのが信綱の子信虎でした。信虎の家督相続時、甲斐は非常に困難な情勢でした。今川、伊勢などの国外の大名との対立に加えて、甲斐国内に乱立する敵対勢力との争いが待っていました。こうして信虎は甲斐統一に向けて合戦に明け暮れることになるのです。まずは信綱の頃から対立していた叔父の油川信義を討ち取り、さらに軍内の小山田氏も降伏させ、幸先のいいスタートを切ります。しかし穴山氏、大石が今川氏に従属し、大井合戦で痛恨の敗戦を喫すると、これを契機として今川氏と本格的な抗争に突入します。初戦の万力合戦は今川方が勝利し、今川氏親は勝山城を拠点にして甲斐を制圧しようとします。大ピンチの信虎でしたが、河口湖近くの吉田城の戦いで一発逆転の勝利を収めます。この勝利を機に今川氏と一旦和睦し、やがて大石、今井氏も信虎に下ります。こうして順調に甲斐統一を進める信虎は一大プロジェクトに取り掛かります。甲斐府中の建設を始めるのです。商人や職人を招き、町場を置くのと同時に国内各地の武将を居住させ、自らが甲斐の国主であることを鮮明にアピールします。さらに巨漢周囲の山々に城を築き、防衛面も強化。ここに現在の甲府の原点ともいえる一大都市が出来上がるのです。ところが信虎、生涯最大の危機が訪れます。今川氏が大軍を甲斐に派遣してきたのです。信虎は初戦の迎撃に失敗し、今川軍に甲斐盆地への侵入を許します。信虎はたまらず臨月に入っていた大井夫人を両替城に避難させます。まさに絶体絶命の大ピンチ。しかし飯田河原の合戦で劣勢を跳ね返し、わずか2000ほどの軍勢で今川の大軍を撃破すると、上条河原の戦いでも見事勝利。甲斐府中は焦土と化しましたが、信虎はなんとか今川軍を撃退し危機を脱したのです。その後信濃の諏訪氏も甲斐に侵攻してきますが、信虎は笹尾砦を築いて対抗し、河原部の合戦でこれを撃退します。同時に反乱を起こしていた栗原氏や今井氏も降伏し、信虎は完全に甲斐統一を成し遂げたのです。
しかし、信虎の戦いは終わりません。次なる強敵が現れます。伊勢宗瑞の後を継いだ宇治綱が今川氏と協力して、甲斐への侵攻を開始したのです。信虎は鶴郡山中で、宇治綱の大軍になすすべなく敗戦し、弟の信友を失います。一方で、今川氏で代替わりが起こると、なんと信虎は新当主の義元と同盟を結び、今川氏の脅威を取り除くことに成功するのです。さらに宇治綱も上杉氏との戦いに謀殺されるようになり、こうしてようやく甲斐は国外勢力の侵略から解放されました。以上のように戦いに明け暮れた信虎でしたが、その一方で甲府の回復など内政の強化にも取り組み、息子信玄の土台となっていくのです。武田氏に大事件が起きます。信虎嫡男の春信がクーデターを起こし、強引に家督を奪取するのです。この春信が後の武田信玄です。以後この動画では信玄で呼び方を統一します。甲斐を統一し、武田氏を有力な戦国大名に成長させた信虎でしたが、当主であった期間は凶作や災害が頻発していました。にもかかわらず、甲府への本拠移転や度重なる戦を強引に進めたことで、物価高騰や飢饉に苦しんでいた民衆、さらに家臣からも反感を買いつつありました。そうした背景から、信虎を強引に追放した信玄に対して反乱を起こす者は現れなかったのです。こうして家督を継いだ信玄の下で、飢饉や物価高騰は徐々に沈静化します。また内政強化の一環として法令を制定します。甲州法度の次第です。税の徴収に関する規定を明確にし、信玄は疲弊する領民への対策も怠りませんでした。さらに今川氏、北条氏と三国同盟を締結し、隣国の脅威を取り除くことにも成功します。なんと信玄時代には甲斐への侵攻を一度も許さず、こうして甲斐はしばらく平和な時期を迎えるのです。その後信玄は宿命のライバル上杉謙信と熾烈な争いを繰り広げながら、信濃制圧を目指して出兵を繰り返し、着々と領土を広げました。やがて信濃をほぼ制圧すると今川氏を滅ぼし、さらに西へ出兵しますが、織田氏、徳川氏と対立し始めたところで、信玄は53年の生涯を閉じます。父の急死を受けて後を継いだ勝頼には、信長、家康との争いという茨の道が待っていました。北条氏との同盟も破綻し、東西から攻撃を受けるようになるのです。そのような劣勢の状況で、なんと一門衆の木曽義政、穴山梅雪が織田方に寝返り、あっという間に織田軍に武田領への侵攻を許してしまいます。その後も家臣が続々と離反し、織田軍が諏訪にまで侵攻すると、追い詰められた勝頼はたまらず未完成の本拠新府城に自ら火を放ち、小山田信繁の岩殿城を頼りに東へお忍びます。ところがその信繁にも最後の最後で裏切られ、打つ手をなくした勝頼は田野の地でついに自害し、ここに名門武田家はあっけなく滅亡してしまったのです。武田氏滅亡後、甲斐を統治したのは信長家臣の川尻秀隆でした。ところがそのわずか3ヶ月後、信長は本能寺の変で倒れ、それに乗じた一揆勢によって秀隆もあっさりと討ち取られてしまい、甲斐の地は主不在の空白地帯となります。こうして甲斐を含むかつての武田領は北条氏、徳川氏、上杉氏の草刈り場となるのです。天正神武の乱の勃発です。景勝、宇治直がまずは信濃へ侵入する一方で、家康は乳母口峠を越えて甲府に入り、先に甲斐の中心部を抑えます。信濃で上杉氏と睨み合いを続ける北条氏でしたが、真田昌幸、諏訪頼忠など有力な武将が北条氏側につき始め、徐々に戦線を優位に進めます。そして上杉氏攻略の長期化を避けて家康方面へ舵を切った宇治直は南進し、ついに甲斐へ侵入、若巫女城に本陣を置きます。新府城に本陣を置いた家康と直接対峙する時が来たのです。さらに軍内に三坂峠、笹子峠、仮坂峠から別動隊を甲斐へ進行させ、家康本体への挟み撃ちを狙います。北条氏の優位は明らかでした。家康の背後をつくべく、笹子峠の部隊が大野砦を、鶴郡の部隊が本巣城を攻撃しますが、いずれも徳川軍に撃破されてしまいます。そこで切り札である宇治忠を対象とする軍内の別動隊も三坂城から下山し、甲府盆地に大軍で侵入します。若巫女城の宇治直と挟まれる形となった家康はピンチに陥るのです。ところが油断したのか、宇治忠隊は小山城の鳥居元忠の急襲を許し、なんとまさかの大敗を喫します。こうして北条氏の別動隊はことごとく甲府盆地への侵攻に失敗し、宇治直本体と
連携する余力も残っていませんでした。頼みの別動隊を失った氏直に家康を撃破する手はなく、兵糧も徐々に限界が見えていました。急速に士気を下げる北条氏に対して、流れは次第に家康側に傾いていくのです。さらに摩明田砦が陥落し、四宿城も服部半蔵によって攻略され、徳川軍に宅軍への進出を許してしまいます。そして立て続けに最悪な知らせが氏直に届きます。なんと信濃の真田正幸、星名正直、木曽義政が北条方から徳川方に転じたのです。この結果、北条軍の補給線は封鎖され、いよいよ兵糧の確保が困難となります。圧倒的優位であったはずの北条軍はいつの間にか窮地に陥り、氏直はついに家康との和睦を決意するのです。その結果、上野が北条氏、甲斐信濃が徳川氏の領土となり、こうして天正神武の乱は終結しました。徳川領となった甲斐は、甲府盆地が平岩親吉、鶴郡が鳥居元忠によって統治されていきます。その後、豊臣秀吉による小田原征伐を経て、徳川家康は関東に領地替えとなります。代わりに羽柴秀勝、浅野長政ら豊臣大名によって甲斐は支配され、甲府の本拠は筒ヶ崎館から甲府城に移り、江戸時代を迎えるのです。